司会、木津ゆきさんです。今から小道具という演舞を披露させていただきます。皆さん、国産牛と和牛の違いって皆さんご存知でしょうか？国産牛って実はというと名前がないですよね。逆に和牛というのはブランド名前がございまして、例えばそう、今日セーリング神戸の舞台である神戸牛でございます。そうなんです。要は何が言いたいかというと、今日ここにメリケンパークによさこいチーム踊り子をたくさん集まってて、今のところここにいるお客さんたちは我々見ても踊り子という一括りにしかならないかもしれませんが、この演舞で絆百歳っていう名のよさこいチームすごいな、絆百歳っていうチームの踊り子めっちゃかっこいいな、絆百歳のブランドってすごいなと皆さんに思ってもらえるような、そんなサーフマンに行ければ本望です。精一杯披露させていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、溢れんばかりのその衝動、思うがままにさらけ出せ。Thank you.
それでは皆様、お手を拝して打ちましょう。もう一つでイオンサンド、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。水の白菜の皆さんでした。続いて踊っていただくのは明治大学男子チアリングチームアンカーズの皆さんです。明治大学男子チアパフォーマンスチームアンカーズです。